私は美味しいです。意外に人の話は初めて、はいはい、うん、だからまあこう話してる時に撮んないと。まあそうですね、本当にまあそうですね、キッドさんとの思い出、まあ、ミユさんなんかあれじゃないですか、あのもうずっと子供の時から兄弟、まあ、じゃないですか、だからすごい思い出あるんじゃないですか、多分自分より何倍も、はあ、いやでも兄弟自身の思い出あるけど、はい、でもいつの間にかなんかこう逆転するよね、向こうがお兄さんみたいな、はいはいはい、特に MMA 始めたらもう向こうが上だったから、はいはいはい、常に怒られてる、うん、あの学生の時とかってキッドさんどういう感じの人だったんですか。なんかね、ずっと音そんなに騒がない、なんか優しいしなんかおとなしい感じで、へえ、でもなんか一緒に買い物行こうとか一緒にここ行こうとかそんな感じでいいよ、はいはい、まあうん、全然その喧嘩とかしないんですか。喧嘩はね、はい、ちっちゃい頃してた、もう取っ組み合い、取っ組み合いだったけど、はいはいはい、ほら逆転するじゃん、ノリの方が強くなる、そうなった時点でもう取っ組み合いしてた、ミユさんとキッドさんが取っ組み合いしてたんですか。それはいつぐらいまでですか。小学校、はい、まあ、やっぱ中学行っちゃうと、そう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 、力がやっぱ、ね、うん、出てきちゃう、ね、向こうもないからそんな全然何もしない、はいはいはい、なんか昔キッドさんから聞いたんですけど、昔あの聖子さんとかには、うん、あの変な男がやってくると、うん、まあ、結構ノリさんが行って、うんうん、ぶっ飛ばしてたみたいなことを聞いたんですけど、そのミユさんの時は、うん、そういうのはなかったんですか。自由にその人だから、はいはい、多分それを見てて、うん、お兄ちゃんの自由は何も起こったから、私がだって最初に、はい、クラブ行こうってクラブ連れてったりとかしてたから、そういうとこはなんか後をついてって感じだった。多分成果やっぱり下ですね、はい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 、ちょっと離れてるから可愛いっていう感じ、結構可愛がってた感じですか。なんかキッドさんのそういうところって自分はあんま見たことないんで、はいはいはい、なんか妹さんとかお姉ちゃんをこう、はい、なんていうんですか、かばうっていうか、あんま見てなかったんで、自分はここのジムに来て、はい、まあ、自分が18の時、キッドさんは33とか4とかの時なんで、もう多分そういうなんですか、守るとかはもうないじゃないですか。ないね、はい、ないね。だからなんかそういうの聞くと、なんかそうだった、うん、優しかったっすね、はいはい、うん、へえ。最初反対してましたよね、うん、あ、俺がちょっとなんかブロックしようみたいな言ってましたよ、ね、で、多分そのダルビッシュさんとキッドさんがこう仲良くなってちゃんと話して、あって、で、で大丈夫になりましたね、最初はあの野郎みたいな感じで言ってました知ってました。でもなんか言ってました、最初はそう、何でもそうだよね、はい、なんか最初はもうちょっとやっぱりこう本人の分かりもしないのか、なんかニュースで見たよ、はいはいはい、身内のなんか、うん、なんていうんですかね、うん、こう、まあ、付き合うとか、うん、そういうことに関してはやっぱまあなりますよね、なるほど、この野郎なんだよ、遊びじゃねえだろそういう感じでしたよね。話すと、話して、うん、コロッと変わっちゃう。お、いいやつじゃん。なんかキッドさんに助けられたな、ここはみたいなエピソードとかってありますか。なんかね、はい、特に私の場合はそんな助けてくれるとかじゃないけど、はい、なんか試合で負けたりとかした時に、はい、結構バーンっていう言葉がなんか全然なんかなんか助けられるっていうか、だから私結構ほら、まあ、レスリングでも勝ってきてたけど、MMA って結構連敗したりとか負けたりとかしてるじゃないですか、はいはいはい、だけどなんかそこでもなんか全然続けられるのは、そのキッドのなんかかな、まあ負けても別にいいんだったんだろうな、それが後で、ああの時負けてよかったなと思う時が来るよとか、絶対なんかのその理由があったから、そこで止まったらただのなんかまあ負けるだけとか、はいはいはい、って思うから、そのあ多分次これをやればいいんだという感じだから、そのそんなに負けても他の人がさ、もうやっぱりなんていうのかな、
けると何日間か落ち込んだりとかして、でも控え室の時点でわーってのその後も普通になんか、結構気持ちが切り替わって、もう次次みたいな。ヒットさんずっとあれですよね、前向きですよね。なんかそんな負けても負けたことをこうずっと考えてない、次にどうしようっていうのを考えていますよね。多分父親から来てる、父親もね、次負けたいと思ってね、お前が悩んでるほど周りに別に気にしないから、まあまあそうですね、だから、はい、別に気にするのも損だぞみたいな感じで、確かに、はいはいはい、面白いですよね。でも教授もそうじゃない？まあ自分もそうですね。とかって落ち込まないとなんか内容に入れたりとかさ、はい、いるじゃん、なんかそういう人たまに、はい、もうあの試合でなんか、はい、もういるじゃん、はい、そうならないよね。まあそうならないですね、やっぱりそうなってしまうとやっぱ後ろしか見てないんで、あの前進がないですよね、だからまあ、キッドさんもそうですけど自分も結構考え方が似てて、まあ前しか見てなかったですね、はい。こんな感じですか。いいよ、私そここにいなかったんですよ、海外にいたから、だけどなんかみんなと一緒にやんないよね、まあ、やんないですよね、そうそう、個別でやりましたよね。そうそう、だから夜中とかにアクとかほら山本達とか夜中とかに来ると夜中にいたりとかさ、はいはいはい、そうなんかふと思った時にやったりするから、よくわかんない。だから気が向いた時にやるみたいな感じですね。そうそうそう、時間帯がまるで決まったら、まあその時は自分はいなかったんですけど、まだ、まだいなかったんですけど、気分が乗らない時はやらないみたいな感じですね、で昔はすごいやってたって聞きました。昔は、はい、そう、昔はずっともうお金もなかったから、遊びにも行かなかった、だからずっとやってた練習、常にジムに住んでるかっていうぐらい、はいはいはい、レスリングの時の、レスリングの時の結構補強運動みたいな感じの、その、そう補強が多かったですね。うん、そうそうそう、あと綱とか、なんかそんなのが多かったんです。綱とか、あとは股割りして、それで歩く、ずっとやってます。地味な、そうです、うん、基礎が大事ってずっと言ってますね、ずっと言ってました。増えて自分の試合あんまり基礎すごくないです。全然やらない。試合全然違うじゃん。ね、感覚でやってますから、ね。いやでもやっぱ基礎体力があるからあんだけのバネだったりとか、パンチ力があると思いますよ。まあそうですね。憧れたきっかけの試合。まあでもほとんど全部ですよね。やっぱり体格が似てて小さいのにでかい選手を倒すので、まあ、自分も小さいのでまあそういう選手のスタイル、まあ、キッドさんのスタイルに憧れて、俺ならこれできるなと思って、まあ、キッドさんのジムに来て、まあ、直接学んで、見て学んでとか、あ、まあ直接アドバイス聞いたりして、まあ真似しましたよね。まあどの試合っていうのはないですけど、まあ、すごい強い選手だなっていうのを見てましたね、はい。まあ、高校卒業してすぐに、まあ、このジムに来て、もうちょっと狭かったんですけど最初は、まあ、ちょうどその時にキッドさんがいて受付に、打ち弟子にしてくださいって。昔は、まあ、打ち弟子制度があって、まあ、今はないんですけど、その制度で、まあ、何もなんか応募方法とかなかったので、まあ、直接いるしかないっていうんで直接来て話して、で自分はそこでなんか試験があるから何手につけとか、そういう風にこう返してくると思ってますよ、キッドさんが。そしたらなんか、あ、いいや、いつでも来いみたいな。なんか来るものを拒まないですよね。まあいい意味でも悪い意味でも、なんかなんていうんですかね、いやダメだよとか言わないんですよ。本当にいいじゃんみたいな、あ、じゃあ明日から来いって感じで、でまあその1週間後ぐらいに、そのまあなんていうんですか、毒ダミって呼ばれてた、毒ダミスポン、そうそう、なんか毒ダミの匂いがするんですよ。その周りがそこのなんかまあ一軒家みたいなとこに、まあ、荷物持って出てきて、で受付をしながら練習して、
でその自分あの家に戻るっていう生活をしてて、うん、でそこでまあ本当に初日来て初日に受付やってたらその、まあ、名前は出さないですけど、まあ、先輩がなんか靴がなくなったそう何の話みたいな全然初日でだから分かんないじゃないですか何のことかほんで靴どこだよみたいな感じで自分に聞いてきたんですよ、うん、それでいきなりこう小突かれたんですよバンバンなんだこいつと思いながらここでやめていくやつらがほとんどなんですよね、うん、そうそうそうだからそこでふるいにかけてくるんですよ、うんうんはい、もう絶え間なくこう、うん、選手っていうか、まあ、選手希望の人が来るんで、まあ、マジあれ理不尽だったよ ね私もいたもんずっともうず何時間分かんないずっといてしまいにはもう探しても出てこねえんだみたいな感じで多分思ってもう受付ずっと座るしね大丈夫とか言ってだってもう知ったこっちゃないじゃないですか初めてですよ、うん、初めてこのジムに来て靴ねえよって言われてああじゃあ探します探してなくて小づかれて、はい、なんだこいつと思うじゃないですかどっこにもないもん、はあ、自分ちじゃないもう家探してこいよと思ったけど、はあ、この野郎と思ってでそのそういうことがあって受付のまあ、あの名前は出さないですけどあの女の方とかいたんですよずっとこういる、うん、その方とかもやっぱそういうことがあるから自分にはもうこう寄りつかないんですよみんなこう俺を避けてそうだから最初誰もこう口聞いてくんなくて、ただ単にそう朝来て掃除しろとか、はいはいはい、その業務命令だけで、はい、それ以外はもう朝からずっと晩までジムでずっとこう座って受付やってで練習しての繰り返しではい、でそのまあ今だから言いますけどその受付の人にもやっぱりそのいじみがあるから喋れないってなんか、うん、なんだそれってなるじゃないですか、まあ、もちろんその初めて来たから信用できないって分かりますけど、まあ、ちょっと話してもいいじゃないですか、まあ、全然喋れないですから態度もめちゃくちゃ悪いんですよあれやっとこいみたいなそんなもうずっとそれをまあ、3ヶ月4ヶ月は、まあ、耐えてでやっとこうコミュニケーション取れてきてで、まあ、プロ連も出だしてっていう風にやってってやっとこうプロになってみんな認めてくれて話してくれてっていう風になってきましたね最初はもうボロカスですよマジでですよね、はあ、私は優しかったいや、ミユさんはその時はそんなにこう…キッドさんはもう誰でもこう拒まないんで、うん、もう本当に悪いやつばっかりこう来ちゃってて、うん、で、そのキッドさんの下の方々がふるいにかけてたって感じですね、うん、だからそれでいなくやなるやつがほとんどなんですよ、うんうん、そうそうだからわざとそうやってるんですよ、うんまあ結構いたんですけど、みんな辞めていっちゃって、で自分一人残ったとかですね。グラム層とかも本当に狭いんだよね。狭いですね。本当に 2K のめっちゃ狭いアパート2階。まあそうです、2階建てで、はい。そうそうそう。そう全員掃除しないでめちゃくちゃ汚いです。何回か閉めてくるみたいな。臭いし。4人ぐらいで住んだ。自分の時は2、3人でしたね。僕はそうです。いやでも自分は毎回土日になるたびに掃除しようっつって後半に掃除させてあ、まあ、自分もやって、うんはい、ってやってましたね、はい、今はもうないですか、うん、えどこだったっけ場所いや場所は分かりますよその橋ちょっとこう上がってって、うん、でコンビニあるじゃないですか、うん、そこの後ろですよ、うん、あそうそうですでも好きなの前一人暮らしになったのが分かる、はい、あそこさそう、はい、入ったらもう、はい、すごい狭い入ったらすぐもうめちゃくちゃ寝るところまで入った瞬間そうですね玄関で立ってたもん玄関に立って喋って何でしたっけなんか軽量かなんかの時に車で送ってくれたんですよねそうその前に違う引っ越したから今日じゃ引っ越したって言うんで見に行こうと思って見に行ってでも中に入れない狭いからもうそこ立って喋ってじゃあねはいはいそうですで軽量はあれだよ地震の時そうです、ね、3月11日の地震の時に軽量で、はいはい、
送っていってで帰ってくるときにもうみんなが避難してるから、ね、大渋滞で、そう3キロを5、6時間かけてたりとか、ね、はい、あの時すごかったよね。結局でも試合なくなったんだよね。なくなっちゃいました。さすがになくなりますよね、あの時でも軽量だけちゃんと済ませて、ね、ちゃんとちゃんと落としてるんですよ、体重でもなくなっちゃった、ね。初めて、まあ、キッドさんとキッドさんあんまりもう練習しなかったので、まあ、そこまでは覚えてないですけど、自分は初めて来て2回目この内弟子になって2日目ぐらいに来た時にキッドさん裸だったんですよ。でその時に初めてその本物の格闘家の体を裸の体を見て、やっぱすげえと思って、俺もこうなりてえなと思って、それがすごい印象的でしたね。初めて見たとき、まあ、初めて見たときは、全然覚えてないですね。覚えてないですけど、ドリームとか、まだ終わりかけの頃に、キッドさんやったのは、情報連とかですね。で、負けちゃって、俺悔しいなと思って、俺がやり返したいと思うぐらいの感じでしたね、その時も。遊びに行くのは大体その金曜日の夜とかに、キッドさんが「おいクラブ行くから来いよ」みたいな、運転してよみたいな感じで、まあドクダミに来たりとかジムの受付やってる時に来たりするんですけど、自分はもう次の日も練習なので、すいません、あの自分ちょっと練習があってって言うと、あいいよ今日じゃいいよみたいな、分かんないやつ行くぞみたいな感じで、自分はもうジムにもういて他の人を連れてきました。いや、あの試合の後にクラブとか一緒に何回か行きましたけど、自分そういうのがあんま好きじゃないので、うん、あんま行かなかったですね。旅行はなんか遠征っていうか、その合宿とかでなんか夏伊豆とか行ってなかったっすっけ、覚えてます？あ、聖子さんかな、行ってたね。そうそうそう、私は行ったことないけど、合宿とかで、あとは沖縄行ったり、あのボクシングの練習に平中に、はい、行ったり一緒にしましたね。あんまりキッドさんって会話しないんですよ。しないですよね。なんかこう、なんかそうちょいちょい面白い感じのこと言って、そうそう、はい、込んで、あんまり、そう、あんまり面白いこと言わないですよ。面白い会話がないですよ。そうそうそう、なんか一緒になんかやってることに突っ込んで、ははみたいな感じで終わってた。あとは自分が行った時はその空手の動きが多分珍しかったので、まあ、そこのまあ、技術の話だったりとか、まあどうですかどうですかって自分がアドバイスを求めたりとか、そういう会話ですかね。いや、まあキッドさんはいつでも「おいいじゃん」みたいな、でそのがんで亡くなる前にあのキッドさんとやり取りして、あの「俺も ATT いつか行くから」みたいな、うん、そういうの来て。すごいなと思って、なんかそうやっぱジム持ったりするとそういうのってなかなかできないじゃないですか、うん、でも自分を送り出すのも一言もダメだよとも言わず、まあ、あの行ってこいって、俺も行きたいからみたいな感じで送り出してくれて、いつか俺も行くからずっと言ってて、それ私も言って、まあ、本当ですか、なんか教授がいなくなるから私はすごく寂しくて、教授行っちゃうんだ、行っちゃうんじゃんみたいなことした時に、そうなんです、ATT 続けて一回どこ行くんだよみたいな感じで、やっぱ喜んだから、いつか俺も行きてえなとか言ってた、はいはいはい、だからすごい教授が行くことによって、そのみんなにすごくいい刺激になる、それは初めてだったの、うちからそうやって海外に行ったのが、まあね、はい、なんかすごくいい例じゃないけど、みんなに刺激になる。そういう感じで、はい、もう私の心理になっちゃった。そういう感じだよね。そういう感じだよね。
思い出、そうですね、キッドさんは あんまりこう、なんていうんですかね、まあ一番残ったの釣り行ったりして、釣るじゃないですか、こう魚に針がかかってるのが嫌いとか、すごいなんか、なんかちょっと乙女っぽいんですよね、考え方が。なんか、なんていうんですかね、おならとかも人前にしたりするとダメだよみたいな、そういう感じでしたね、恥ずかしいみたいな、だからそういうところがちょっとすごいギャップあるなぁ、すごいマナーに厳しい、なんかちょっと乙女だなって思った、だから食べ方とかも汚いと、いやダメだよみたいな、そういう感じなんですよ、まあ、所詮なんかこう、いいとこのお坊ちゃんじゃないけど、なんかそういう礼儀とかはやたらマナーとかもうるさいみたいな、ちゃんとしてほしい、なんか歯とかになんかついてたりすると、おっ、おっ、みたいな、そして取るし、みたいな、やりますよね、実際やってますね、まあ、そういう感じでしたね、めちゃめちゃギャップありますね、そうなんですよ、やっぱお姉ちゃんと妹じゃないですか、はい、女の方が、まあ、そこに来る、はい、多分そうだと思います、うん、いや、ないですよ、だってキッドさん、そういうとこ見せないですよ、全然見せない。いやなんか怖いところ、結局病気になった時とかも本当に最後の最後まで痛みも使わなかったし、そうなんかちょっと自分がそういう体になってそこに対してイラッと来てるのは分かるけど、でもなんか我慢とかそういう、でもそういう弱音は入ってない、うん、でも基本なんかもう自分中心に動いてるからなかなか掴みにくいよね。だから、まあ、そうですね、人とのコンタクトで思い出とかよりも、うんうん、キッドさんっていう存在があれですよね、うん、まあそうですね、もちろんありますね。やっぱりキッドさんもいろいろ団体とか立ち上げたりとか、まあしようとしましたよね。で、若手育成のこともずっと言ってたし、まあ、自分もそういうところを引き継ぎたいなと思ってて、ね、まあ、どんどんやっていきたいなと思ってますね、うん、はい、で、ミュウさんも出ますもんね、えっと、お願いしますでもなんかやっぱり多分キッドもそうだし、教授みたいに格闘技で、ね、食べていける選手が一人でも受けてほしいっていうことで言ってたもんね、うん、そうですね、だから教授がやってくれるすごいね、すごいね、すごいね、ちょっと早く終わんねえかなと思って長えな、すごいの、すごいの撮れてますよ、長えな、ネズミがボールの中で動いてます、おいおいでおいでおーい、レッツゴー、ちょっと動きが悪いですうわー、いい遊んでるよ、あー、かわいい、遊んでますよね、うん、ボールに守られているのですごいです、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまたねー。